ミドロガイケ船神社は、京都府京都市北区上賀もミドロ池町にある神社。単に東都船神社とも呼ばれる。貴船の本宮が、落中からあまりにも遠く、山系が大変であったため、漢文年間の10月23日にご分礼が行われ、ミドロガイケの農民らが誕生し、倉間街道筋の当地に鎮座したと伝わる。農耕をはじめ、住民の安寧。 女祭奨福の守護神として信仰されている。祭神、秋葉明神平成4年に再建された。すぐき発の歴史かつて、見どろが池は七つ森七軒村と言われ、その一番森を、消し山と称し、日伏せの神である、秋葉神社が1200年前から祀られていた。しかし、神仏根虹の社であったがゆえに、明治の廃仏希釈の例により、鴨モ社の社家が社をぶち壊した。 翌年の春、社の修復を怠った村に大火が起こり、村民らは火災農具の一切を消失した。失意した人々が焼け跡を整理していると、どの家の跡にも漬物桶だけが焼け残っていた。疲労と空腹に耐えていた人々が漬物桶を開けると、中の漬物は火が通り、良い匂いがしていた。村の蝶が漬物の茎を一本試食したところ、つい茎屋と言った。 これがすぐき発祥の歴史である。祭神、米祭天祭神、縁の行者、ありがとうございます。